はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日ですね、タワーバトルディオ編究極、こちらのフロア1ですね、これを攻略していきたいと思います。あ、いきなり違いましたね。ではバディを見ていきましょう。バディのステータスはご覧の通りです。ではアビリティ見ていきましょう。まずはリーダートータローですね。 Yes I am。 そして単色ブーストカウンターですね。カウンター無効ですね。そしてアイテム狙撃を入れております。他は全て R です。そして、スタンバイにねミキタカを入れているのがちょっとミソですかね。増援時に、援軍として登場時に味方全員の ATK 攻撃力を 115% アップする、これだけですかね、ミソになるのはですね。まあ、他の色でもいいかなとは思います。それこれに関して言えばですね。さあ、そしてカーズですね。フレンドがカーズです。では行きましょう。まあ、トータローでね、単色で短期でですね、クリアするのも一つの手だとは思うのですが、やはりなんといっても攻略するのがね、主な目的だと思うので、攻略という意味ではそんなに単色でいくのは重要ではないかなと思います。さあ、これで誰かが倒れてくれるはずなんですが、誰も倒れてくれない。でいけるかな。いけるようですね。ではまだ単色ではなってないので、このままいっちゃいましょう。あとは待つだけですね。さあ、そして三木高が、何か主張しておりますが、ここは関係なく進んじゃい、いや残るようにしておきましょうかね。ダメでしたまあいいでしょう。おそらくメーナが残ると思います。メーナが敵で残ると思う。おっと、これはいいね。いいです、いいです。そしてようやく短期になりました。さあ、ラバーソウル。ラバーソウルが10フィート以上にではないんですね。これだったらなっていく。はい、倒せましたね。さあ、第2ラウンド、カエルちゃんです。エルちゃんのところもここで止まっちゃいましょう。はい、これで無事倒せたかな。倒せましたね。それでは第3ラウンドです。いきなり奇襲を受けますが、それほどバニラアイスは怖くない。怖いのはウンドゥールでした。このウンドゥールは10コンボ以上ですね。のでそれまでにはしておきますね。これで倒せますかな。うん、倒せました。さあ行きましょう。問題なくゲージを使ってしまった。しかし満タンだったので大丈夫です。心配いりません。はい、倒すことができました。ちょっと長かったですけどね、まあ無理せず戦っていたのが勝因ですかね。良かったと思います。レベルが上がっております。ではね、無事クリアすることができました。最後まで動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。ではまたどっかの動画でお会いいたしましょう。ではなく、次はフロア2ですね。究極フロア2を攻略していきたいと思います。ではラストバタイ。